んを見た。私はツツジ、エトラ中学校に通う3年生だ。もうすぐ受験ということもあり、勉学に勤しむ日々。ツツジちゃん、あ、スズランちゃん、ねえ、よかったら駅前の新しくできたカフェにご一緒しません？同級生のスズランちゃんはとある企業のお嬢様。お金持ちながらも気さくで優しい、数少ないお友達の一人だ。ただ、ごめんね、実はこの後塾があって。まあ、そうですの。確かに、つじちゃんはあの名門椿学院を目指してますものね。うん、だからもっともっと勉強しないと。残念ですわ。ん？なんですの？うん、なんでもない。やっぱり、すずらんちゃんに相談した方がいいかな。私は受験以外のことで悩みがある。それはうちのお父さんのことだ。実はすずらんちゃんのお父さんは私のお父さんが勤める会社の社長なんだけど。お父さん、今日は帰れるって言ってたのに遅いな。ただいま。あ、お父さん、お帰りなさい。よかった、今日は帰れたのね。うん、まずお風呂に入ろっかな。3日間このままだったから。それより一眠りした方がいいわ。また全然休めてないんでしょ。ああ、うん、じゃあそうしようかな。お父さんは3年前、スズランちゃんのお父さんの会社で働き始めてからずっとこんな調子だ。全く休むことができず、会社に連泊したり休日出勤したり、挙句深夜の呼び出しなんかも当たり前。ああ、赤松社長からの呼び出しだ。行かなきゃ。行くって。こんなに疲れてるのにまた戻るなんてダメよ。少しでいいから寝た方が。大丈夫、会社の椅子で少し休むからさ。お母さん、お父さん大丈夫なの？私もお母さんもお父さんのことが心配だった。こんな調子ではいつか倒れてしまう。二人でずっとそう考えていた。だからこそ私が一生懸命勉強して、いい高校、いい大学に入って、いっぱいお金を稼いでお父さんを楽させてあげなきゃ。お父さんがいつあの会社を辞めてもいいように、私はその一心で勉強に励んでいたのだ。そしてそのことをスズランちゃんに相談してもいいか迷っている。でもな、スズランちゃんにお父さんのことを話したとして、そんなのスズランちゃんには関係ないし、それにスズランちゃんは優しいから、変に相談したら余計な気を使わせてしまうかも。彼女の家族仲だって変わってしまう可能性があるし。従業員は大切にしないといけませんわ。困ったな。そう考えあぐねていた数日後、事態は大きく急変してしまったのだ。ツツジさん、すぐに職員室に来なさい。君のお母さんから電話だ。え、あの、どうして母から電話が？落ち着いて聞きなさい。君のお父さんは血を吐いて倒れたそうだ。え、お父さん。あなた、ごめんな、心配かけて。父は極度のストレスで胃に穴が開き、そして過労で倒れたそうだ。胃の中から出血しているため、内視鏡止血をして最低でも2週間は入院が必要だと診断された。でもこれでしばらく仕事を休めるはず。ゆり、スマホを取ってくれ。でもあなた。頼むよ。はい、もしもし。早くやろ、グルギー。お前さっさと会社に戻ってこい。しかし私は胃潰瘍になりまして、2週間ほど入院に。ああ、胃に穴が開いたぐらいで死ぬわけねえだろバカ。いいから今すぐ戻れ。出なきゃクビにするからな。申し訳ありません。ですがやっぱりダメか。行かないと。何言ってるのあなた。行っちゃダメだよ、本当に死んじゃうよ。でも、こんなもの。ああ、何するんだユリ。縛ってでも会社には行かせませんからね。あなたが働けない分私が働きます。でもそれじゃあツツジの学費が、お前たちの生活だって。私が何とかします。あなたは何も考えないで休んでください。ツツジ、あなたも心配しなくていいからね。ちゃんと高校も大学も私が行かせるから。お母さん、二人とも私のために。お母さん、私学校に戻る。戻ってやらないといけないことがあるの。お父さんのことお願い。そして私は急いで学校に戻った。
下校時間を過ぎてるけど、きっとまだ間に合うはず。私はやっぱりスズランちゃんにお父さんのことを話すと決めた。スズランちゃんに直接あの社長にお願いしてもらって、お父さんの負担を減らしてくれるよう頼もうと思ったのだ。隣のアンもおう、スズラン、迎えに来たぜ。あ、お父様、お迎えありがとうございます。今日はそうだな、寿司でも食べに行くか。それはようございますね、スズランちゃん。ということは、あの人がお父さんの身に穴が開いたぐらいで死ぬわけねえだろ、バカ。いいから今すぐ戻れ。出なきゃ首にするからな。これは直接話せる大チャンスだ。はじめまして、私、ツツジと申します。誰だ。あら、ツツジちゃん、早退したはずなのにどうしましたの。お父様、こちらお友達のツツジちゃんです。この方のお父上はお父様の会社に勤めてるんですよ。そうかそうか、どいつの娘だ。あの、父は黒木と申します。あの黒木の娘か。あの、実はお願いしたいことがあるんです。どうか父を休ませてあげてください。父は忙しさのあまり過労で体を壊してしまったんです。服に眠れてないし、もう半年もまともに休めてないんです。お願いします、父に休暇を与えてください。お父様、なんだと。ふざけるな。何が休暇だ。ろくに仕事もできないくせに一丁前に休みだけを欲しがりやがって。俺は社長だぞ、従業員の休みをどうしようが俺の勝手だ。でも会社を休めないせいでお父さんが勝手に倒れたのはてめえの親父だろうが。そんな辻ちゃん、お父様に謝ってください。早く、今すぐに。スズランちゃん、そんな、まさかスズランちゃんまで。まったく、親父譲りのバカ娘が。お前の親父はな、男としても親としてもとことんダメなクズなんだよ。いいからとっとと会社に戻るよ、行ってこい。クズ。ああ、そうだよ。お前も手をついて謝るなら今のうちだぞ。俺はいつでもお前の親父をクビにできるんだからな。ちょっとあなた、生徒に乱暴な言葉で罵るのをやめてください。うるせえな、誰だお前。こいつはな、俺の部下の娘なんだよ。だからこいつの学費を払ってんの、実質俺ってわけ。部外者は黙ってろ。クビにしていただいて構いません。父さんがあなたの会社で働かなくて済むなら、私、高校も行かずに働きます。あなたみたいな最低な人にお父さんを潰されてたまるもんか。通じちゃう。なあ、調子に乗らなくすがきが。やめなさい。おいてめえ、うちの生徒に何すんだ。話せ、俺は誰だと思ってるんだよ。話せ話せ。つつじちゃん、お願いだからお父様に謝ってくださいの。謝らない、私絶対に謝らないからね。退院後、父はスズランちゃんのお父さん赤松さんの会社を辞めた。あれからしばらくは会社の同僚なんかがお父さんを復帰させようと説得してきたけど、あなたがいないと回らないんです。たっぷり休んで頭がすっきりしたお父さんはその説得を拒否した。なぜあんなに会社にこだわっていたんだろう。さっさと辞めて転職すればよかったというのに。それはあなた疲れすぎてそんなことも考えられないほど弱ってたんですよ。あんなもの洗脳です。辞めてよかったんですよ。しかし、ツツジの学費が。大丈夫、まだ蓄えはあります。いざとなったら私も働くよ。お父さんとお母さんの幸せが私の幸せだから。ツツジ、ただこの件は杞憂に終わった。うち来いよ。お父さんの学生時代の友人が仕事先を紹介してくれたのだ。おかげで私は高校に進学できることになり、お父さんの体調もすっかり回復した。ただ一つ良くない変化があった。あれからお互い気まずくなり、スズランちゃんと疎遠になってしまったのだ。あんなことさえなければ今でも仲良くできてたかも。でもしょうがないか、誰だってお父さんの味方をするだろうし。そして2年後。あー、暑い。ダメだ、お
涼しいな。いらっしゃいま。スズランちゃん、どうしてここに。スズちゃん、見ての通りですわ。ここで働いてるんですよ。どうして、あの家なら働く必要なんてないでしょ。実はあの後すぐに父の会社が倒産しましたの。あなたのお父様が辞めて席を切ったように、他の従業員も大勢辞めてしまって、それにあなたに暴力を振るおうとした悪評も相まって、誰もうちで働いてくれなくなったのです。私も母も昔から父に暴力を振るわれていたんです。そうだったんだ。ええ、今は父と母は離婚し、私は母と住んでいますの。あなたには悪いことをしました。いくら父に逆らうのが怖かったとはいえ、あんな理不尽を押し付ける父に謝れなんて言ってしまって、本当にごめんなさい。いいんだよ、私こそ事情も知らず強情になっちゃって。でも元気そうでよかったよ。あれからスズランちゃんのこと気になってたから。もしスズランちゃんさえよければ今度遊ばない？いろいろ話したいことがあるし。スズちゃん、ありがとう。スズちゃん、嬉しいですわ。その後、私たちはまた友達に戻った。私はまだ子供だけど、ああいう理不尽と支配欲の塊のような人間もいるのだと思い知った。そんな人間とはさっさと縁を切った方が幸せになれる、そう学んだのだった。ご視聴いただきありがとうございました。エトラには経験がないので想像でしかないですけど、胃に穴が開くって仮に死なないとしても絶対苦しいと思うんですよ。それなのに重要視しないで仕事をしろだとか、自社の社員を大事にできない会社なんて倒産しても不思議じゃないです。何にせよ疲れすぎてると正常な判断もできなくなってしまうんですよね。しっかり休むことも仕事のうちってわけです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。